引き読みインターチェンジは、岐阜県高山市読み町の厚真谷岩田道にある、東海北陸自動車道並びに、中部縦貫自動車道のインターチェンジである。ここから、市の宮ジャンクション方面は片側に車線に、小矢部都並 JCT 方面及び、中部縦貫自動車道方面は、暫定に車線となる。下り線の出入り口のランプウェイは、立体交差になっている。引き読み IC は、 東海北陸自動車道の IC であるとともに、中部縦貫自動車道の IC でもある。構造としては、中部縦貫自動車道とのジャンクションになっており、東海北陸道から降りた場合ランプウェイの合流地点に料金所が設けられていて、そのすぐ先に IC 出口がある。当初の予定では、東海北陸道の IC を、引き読み JCT、中部縦貫道の IC を、 引き読み IC と分ける予定だったが、距離がほとんど離れていない上、中部建館道が有料道路とする当初の方針から変更され、無料道路として共用されることとなったため、双方を合わせて引き読み IC という名称にすることとなった。またこのことから、料金収受施設が、原道の国道158号に近い位置から、東海北陸道に近い位置へと移された経歴を持つ。なお、 東 IC と白川号 IC の間には、長大トンネルで危険物積載車両の通行が禁止されている日、トンネルがあるため、岐阜方面から来た当該車両は、この IC から金沢、富山方面に向かうことはできない。同方面に向かう場合は一旦、中部縦貫自動車道で、高山インターチェンジへ向かい、そこから国道41号で北上するか、 一つ前の昇華はインターチェンジで流出し、国道156号を経由し、白川号 ICE 北へ向かうこととなる。鉱山清見道路改通後、高山市中心部に向かおうとする車が、同 IC で降りるべきところを、誤ってそのまま通過してしまうトラブルが相次いだ。そのため、二千八年七月十一日に、高山市中心部へ向かう矢印を表記した看板を三枚路方に、 設置し、さらに4枚追加した。市宮方面から高山方面へ向かう車両が同 IC を誤って通過した際、白川号 IC まで向かわず途中で強引に U ターンし引き返すケースがあると報じられたが、この行為は道路交通法で禁止されており、大変危険な行為である。上記のトラブルが相次いでいるため、誤って通過してしまった場合は、特別展開により、 白川号 IC にて通過の旨を料金所係員に申し出れば料金加算なしで引き返すことが可能。ありがとうございます。